情報ネットワークとサイボーグ技術の発達により人々の意志が電脳でつながれた未来、複雑化する犯罪の根を事前に探し出し、これを除去する。内務省直属の独立部隊、公安9課、通称攻殻機動隊。クズ回しが来るんで死にたくない。やめろ。他人の電脳をハックし自殺に追い込む超ウィザード級ハッカーのようだ。止まれ少佐か。忠告しておいてあげる。ソリッドステートには近づくな。奴らのように自殺することになるぞ。ソリッドステート、それは何のことだ。この国は民主国家のくせに政府が子供をさらってるんだからな。ごめんな、さよならだ。全ての事件の根底にあるソリッドステート、それが指し示すこの国の未来。委ねてみるわ、ゴーストのささやきに。神山健治監督作品、攻殻機動隊スタンドアローンコンプレックス、ソリッドステートソサイティ 3D。 その問題を解決してはならない。